い、こんにちは、てるさん。こんにちは。こんにちは、てるさん。大丈夫ですか。今回はですね、食べる食べるって書いてあるんですけど、捕食、お魚の捕食について行ってみようと思います。はい、よろしくお願いします。いいですか。今日ちょっともう酔っ払いの、そうなんですよ、酔っ払いで行かせていただきます。早速、申し訳ないです。はい、早速から、はい、いいですか。はい、珍しいですよね、でも酔っ払って声入れるの。ああ、そうですね、はい。ちょっと今日そういう状況ですね。楽しくやっていきました。お願いします。はい、まずこれ一つ目、アナハゼが、星笹のハベラを、はいはい、食べているシーンでございます。これあれだね、一緒にいましたね。一緒にいて、俺この後カメラ借りて撮らせてもらったんだよ。あ、そうですね。これ結局この子それなりな時間食べてました。一本私これで終わったんで。いや、だってこれ 見たらわかるけど、自分の半分ぐらいのもん食べてるわけじゃないですか。いや、そうです。だから、うん、私たちで言う、私たちで言う、どうして、何食べてるんですかね。いや、私たちで言うこれなんだろうね。なんかあれじゃない、犬のさ、はい、ゴールデンレトリバーぐらい食べてる。あー、危ない、かわいそう。でもゴールデンレトリバー、まあまあそういうことですよね。大きさ的に言ったらそういうことですよね。うん、いや、そんな感じですよね。いや、しかもこの胸びれが引っかかって一生入っていかないんですよね、これまた。アナハゼってのは悪いやつだからね、イメージは。いや、結構食べません、悪い顔してる。悪い顔してます、うん、いや、可愛い顔してる時もあれば、ちょっと悪い面も見せるんですよね、うん、で、こうやって結構乱暴に食べるじゃん。食べます、食べます。なんかさ、アナハゼぐらいのサイズ感とさ、はい、存在感だったら、はい、サビハゼの子供でも食べれる。ああ、これ食べてるよって話です。こんなでかいもん食べに行くからこういうことになるわけでしょ。そういう、そうです。もう突っかかっても多分息してないでしょうね。でしょ。こう隙間からしてるんですかね。いや、いるよね、こういう身の丈に合わないことやるやつ。います。人間でも。人間でも。ダルとは言わない。ダルです。話は言わない方がいい。酔っ払ってるからね。酔っ払ってるんで。ちょっと言っちゃいそうだったんですけど、言わないとこうかなっていう。ちょっと氷のいい音とか差し出たりして。ああ、でもいい映像を撮ってますね、これね。ちょっと捕食食べてたんですね、私。ああ、この時のために。この時のために。まだこの捕食。ああ、そんなのあったかもしれないです。あ、これ、うん。何食べてるんですか、これ。これは、私びっくりしました。ウツボ？違うんですよ。なんかありましたね、でも。あったんですよ。私もちょっとこう追っかけちゃってごめんなさいって思って。あ、出てきちゃう。出てきたんですよ。ちょっと追っかけちゃったんで、一瞬、カスザメ？カスザメの、しかもめちゃくちゃ子供。そうなんですよ。それが珍しいですね。はい。でもこの後これまた食べに来たんですよ。へえ。はい。また取りに来てました。すみません、こんな単発で。終わっちゃったし。はい。次、エソです。うん、エソはでもちょこちょこ食べてる。これもこいつも悪い。悪い顔しますよね。で、結構なんかこういうイメージ。イメージあります。食べられてるのはこうカサゴ。そうなんですよ。またこれまたちょっと自分の殻とほぼ同じぐらいのサイズ感食べてるわけです。なんだろうね、これ。この身の丈に合う。ねえ、そういうやついますよ。いますね。身の丈に合わないことやるやつ。やるやつ。言っていいですか、一人だけ。やめます。いや、レスピーとか入れます。ピー入れます。入れます入れます。まあね、もう。ピー入れときます。確実に入れてくださいよ。入れます入れます。確実に入れてます。あ、まだ大丈夫です。うん、はい、なんかその。ちょっと今のは酔っ払って言っちゃったんですけど、ちゃんとピー入れて、決してこのままあげないで、あげないで、ちゃんとピー入れとくね。まあでもそういう人いますもんね。そうですね、はい。で、まあ捕食シーンっていうのはやっぱ僕たちガイドにしてみるとやっぱり紹介したい大切な生態シーンですね。そうですね、はい、そのかわいそうなシーンなんですけど、ちょっとこう テンションというか上がります、上がる感じはありますよね、はい、おおっていう生態だ。いや、いいもの見せてもらいました。ありがとうございます。はいはい、最後に一言。いいですか、こんなによく。あ、僕が。もしもしあれだったらあのピーとか入れるんで。はい、あ、そうですね。じゃあもうめちゃくちゃちゃんと格言みたいになっちゃって。あ、いいです。申し訳ないんですけど、魚の今の3つの映像からの一言を言わせてもらうならば、はい、
腹は減っては戦はできる。あ、なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。